ごい女の子にブーイングされてまあね、いろんなサッカー選手を見てきてる中で、はい、こいつすげえな日本人、はい、外国人、はい、まずやっぱり僕はもうずっとこう追いかけてきた小野伸二先輩、はい、これはもう間違いなく、これはもう誰も何がすごいのって言う必要ないもんね、はい、言う必要ないですね、確かに小野伸二さん上げてる時点であんま面白くないですか、ね、いやいやいやそれはもう誰もが認めるとこでしょう。すいません、この方も散々言われてると思うんですけど、うん、もうベルディ入って衝撃だったのが桜井直人さん、こんな人いるんだって思いました。こいつ知らねえけどうめえなって本当失礼ですけど知らなくて、うん、でももう見てすぐやばいってこの人だなって小林大吾のベストイレブンだな。ベストイレブン、まあ一緒にやった選手、はい、対戦した選手、はい、いうでもいいんじゃない。キーパーって誰、地元も一緒で、中高もう本当スーパースターの川口義和さん、ああサテライトで対戦したの、わ長いこと言ってさ、どこで飛び出してってパッて見たら義和さん飛び出したの、はい、僕は足出ててさ、義和の腹にボンと足が入ってた、はい、ペナルティ外で、なんかすごい女の子にブーイングされてそこからのプレッシャーやっぱ地元なんですけどねじゃそれぐらいやっぱり女の子たちが見に来てたよね。すごいですね、まだ一人だ止まりましたね、うん、ディフェンダー、ディフェンダー誰でいきましょうかね。監督やれって言ったら4バックでやる。そうですね、ただ本当に能力高い人がいるんであれば3バックやるならそのウイングも重要になってくるし、そうだね、一緒にやっぱやらせていただいた、うん、ボンバー中田裕二、うん、やっぱり代表であるだけやったっていう実績があるだけもなんかこうものすごい努力家だし、うん、そういうの考えるとストイックな部分もね、はい、じゃあセンターバックの、はい、2人のうち1人が、はい、中澤裕二、はい、自分が衝撃受けたっていう部分で選んでもいいですか、うんうん、秋田豊さん、あー、秋田ね、僕はその高卒とかで入ってやっと出始めたぐらいの時に怖さとなんか強さとかちょっともう近づきたくねえなと思って、はいはい、その時点で負けちゃってるからね、はい、完全に負けてますねサイドバック、サイドバック、うん、自分が好きなサッカーやろうと思った時に、はい、何のその監督が言うこと気にせずにするとしたらサイドバックにめちゃくちゃ上手い人いる状態が好きなんですよ。ああ、なるほどね。小林義行、ああ、コバね、コバ君が、コバ君サイドバックやってたそのベルギー川崎がすごいこうスムーズにやっぱボールが動くのを僕高校の時に見ててすごい衝撃だった、うん、だからあえて左サイドバック小林義行でいいですか。小林義行今ジェフの監督か、はい、彼もクレバーですよ、はい、もうそれ党員のあれが血が入ってる、はい、分かる分かる、そのサイドバックでそれが起点になるんだよね、はい、やっぱ小葉君右で、はい、左三浦敦さんでお願いします。あ、そうね、敦ね、はい、あいつの高校時代も衝撃だったもんね。でベルディで僕も入りたてだったんですけど、うん、2年目ぐらいでアッサンが左サイドいて、うん、僕左の前やらせてもらっていろいろこう教えてもらったりして、うん、いや僕選ぶと今の子たちもちろん素晴らしい選手いっぱい出てきたんですけど、うん、昔の先輩たちの方がやっぱ衝撃っていうか印象に残るプレーしてたって感じ。ああ、まあそういうのはね、はい、うん、それはやっぱ下よりも上を見ちゃうのは当然だよ。まあそりゃ、うん、そうか、コバが萎縮しなきゃいけない確かに確かに中盤はいやダブルブランチなんですか。ダブルブランチですね。あ、林健太郎さんです。ああ、健ちゃん、なんだっけ、あの昔さ、ベルディがさ、はい、キャッチフレーズあったじゃん、知ってる？キ
人一人のですか。そうそうそう、はい、それでタクが、山田拓也がエキゾチックターミネーター、懐かしいですね。で林健太郎が、はい、美白のボランチっていうそうでした。ケンちゃん美白のボランチって何気使ってんのったら知らねえよってそれまあでも林健太郎って男は今の時代でも相当面白い選手だと思う、はい、まあ足は全然速くないけど、はい、それ以外のことはもう全てできるっていうのが。じゃあもう一人誰ですか。いや誰にしようボランチここに選ぶのに名前が出てこないっていうめちゃくちゃあの人なのにっていう、はい、若い時はすごいロン毛だった人。ああ、上野義晴。上野さん、上野さん今どっか行っちゃった。上野義晴、え、どっか行っちゃった。全くみんな連絡つかないしよ上野ね。うまかった。林くんに近いぐらいの衝撃がありました。ああ、淡々とプレーして、うん、キャバもあってね、はい、いや、やっぱ先輩たちの面白くて癖のある選手いや確かに全員癖あるいい感じよ、はい、うん、癖あるやつばっかだね。そうですね、あるやつばっかだったんだけど大体先輩なんだけどいや僕ねそうね、個性が強いっていうかね、この人別に上手くないんだろうなって思った人がすげえ上手かったけどね、はい、一緒に練習してね、はい、2トップですか。4231にしてまあ今ね流行りのじゃあ1は誰。1は桜井直人ですお前行ってこいと、勝手に行ってこいと。サクさんってツートップとかその昔の時代、うん、ちゃんとこう動かなきゃいけないような状態じゃなくて、ほんとメッシ自由だね、はい、メッシぐらい自由に降りてきてもうまいし、うん、でもしサクさんがやったら僕もっと面白かったんじゃないかなと。あいつ背負ってもらうのもうまいからね。うまいっす。めっちゃ強いし、ね、体強いしね、はい、あいつシュート打たねんだよ、はい、そうですね。もうペナの外からシュートなんか打ったら怒られますからねまあ入ればもちろん文句ないですけど、なんとなくのクロスボールとか、うん、なんとなくのシュート大嫌いじゃないですか。サクさん、なんかもうちゃんと、いやそこも崩そうよちゃんとみたいな、見てる人から結構怒られますけどね、サポーターから。もう打てよって僕は散々言います。俺今で言うわお前打てばかやろみたいな。でもあれはエンターテインメントだから、はい、見てる人として喜ぶわけよ、はい、うわ、うめえ。いや、そうですよ。でも一緒にやってて、勝たなきゃいけない時にやられると、はい、ちょっとってなるまあ、裏あれ常は向いてなかったなああ、そうかもしれないですね。うん、ワントップ桜井ね。はい、桜井の役したら、あと後ろ3枚よ。真実さんはやっぱ、うん、間違いなくで、そこした真実だね。真実さんでいきますか。じゃちょっとこう両脇、はい、レフティーって、はい、すごいテンポも違うし、なんかこう感動するような、なんかこう発想力ってあるじゃないですか、ね、うん、で、七海さんと中村俊輔さんは、うん、めちゃくちゃうまいですか、うん、当たり前なんですよ、うん、七海さん、俊輔さん、真嗣さん、すごい偏った重鎮ですね。速攻はないねカウンターがないっていうね。策も行かないからね、はい、あ、まあ思考だったらちょうどいいんじゃない、はい、うん、後ろもまあ硬いし、はい、健太郎からバーンとパス出して策、はい、前向けるよ、はい、前向いて仕掛けるけどシュート取らない。このコーナー何回ぐらいやってますか。何人ぐらい。結構やってる。結構みんなそんなに気にする必要はない。いや、いや他の人全然無理ですよ。そんなちゃんと見直しています。じゃあワントップサークで、はい、トップ下が真嗣で、どう右にどっち置く。七海と俊介。じゃあやっぱり七海さん真ん中で、うん、俊介さん右、お真嗣さん左、ね、こう、はい、勝手にできるから、はい、これでお願いします。あ、いいですね。引退して20年経ってますけど、シュートの精度は変わっていませんよ。ああ、西野太郎。